皆さんこんにちはビクテマーケットフラッシュです、えー、今日もですね田中大輔さんをお迎えしましていろいろお話を伺ってまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいでまあ今日のところなんですけれどもやっぱり最近の相場というか株式市場の中でのまあ一番の大きな話題になっているのは NBD や関連かなと、えー、思っておりますのでまあこの辺のところちょっと見方をですね少し聞きたい伺っていきたいと思ってるんですけれども。 Nvidia この一社の決算を世界中の投資家がもうぐっッと見て構えているというすごい展開でしたよねで,ね、うん、で事前にはもうさまざまな取引が錯綜するで終わった後も決算の結果を見て上に下に行ってみんな大騒ぎで,で私も相場見て心を動かすってあんまりないんですけれども相当身構えて臨みました今回は。ですから これこんなに動いて真っ当な相場なの真っ当な投資なのっていう思いもあると思うんですねでもこういう相場だからやっぱり乗らなきゃいけないんじゃないかと思っている人たちもたくさんいると思うんです、うん、まあそのあたりこういう相場の中でどう対応していくのか、まあ、本当に競争局の中でどう踊るかっていう話なんですねまあ、その話をできればと思いますはい、ありがとうございますま非常に興味深いところだったと思いますし株も その株式市場全体に与える影響力なんかも考えますとやっぱりちょっとここは一回あの冷静にいろんなことを整理して、えー、臨んでいくというのがいいのかなと思います。まず最初にですね、まあ、NBDA の決算が先週出たわけですけれども、まあ、業績ですとか決算のな見方っていうのはどんな感じですかね、うんまあ、今回ですねやっぱり生成 AI この分野のチップ需要というのはすさまじく伸びているということで多くのアナリストが nvidia の決算はこれぐらいは伸びてるだろう。っていう予想を出しているわけですよ。これが異様に高かったんですね。もともと高いとで、この高い予想を超えるか超えないかが重要だってのことを。マーケットの人たちがみんな言いながら参加している。私の目からすると、例えばいくつかの主要項目のうち、これは予想に届きませんでしたって言ったとしても、おそらくは NVIDIA。 次の決算その次の決算って考えてたときにそれで終わるはずないじゃないって思うんですよ。うん、ところがあこの半年ぐらい振り返るともう大所ろガファムクラスでもお決算のここが悪かったって言ったら2桁ドーンと落ちて、うんうん、でよかったっていったら 10%20% ボーンと上がってっていうようなことをやってますよね。でここののののの規模のクラスの企業でで決算のこの数字一つで こんなに降らされるのっていう事態を見てきているわけです。うん、で、Nvidia ももう上がり方が突飛になってきたので、その突飛に上がったところでその数字一つがちょっとずれましたって言って10%も20%もずれる可能性がある。で、この時の問題というのは、さっき申し上げたようにこれから先半年1年2年って考えたときに Nvidia の決算これで終わるはずがないって思っていても今足元では 月月から2月にからにけてこんなに相場上が上りましたこれがその決算のたった一つの数字でああダメだっていう失望的な売りをする人がいて3割落ちましたといった時にこの上値のところに含み損抱えたポジションの人が山ほど残ってるとこれはもう相場の内なる力学で相場が戻ろうとするとそれを戻り売りしてくる人たちがずっと続くいた,ために例えばトレンドは上なのに。 だかんですよね、うん、ですから私もこの短期的なこの相場の波浪上下ですねこれとでも潮流は上なんだけどっていうこれの見比べをしながらどういうふうにここで臨むのかってことをものすごく気をつけて見てたっていうのがあの決算の日だったんです結構まあ中身的には非常に、まあ、さっきのもありましたけど、まあ、高い予想を超えるという感じです、まあ非常によかった。 とということですけども、うん、やっぱり今もありましたけどその次のポイントはその株価の反応みたいなところですかね我々のリアクション投資家のリアクションもありますけども、うん、だいぶそのファンダメンタルズと株価っていうのがいつも何て言うんですか、ね、マッチしてるわけではもちろん相場ではないのでそこら辺のこう捉え方ってんでしょうかね、うん、考え方っていうんでしょうかね。な 難しいし教科書には書いてないところかと思いますので是非ちょっとお話をまたこの辺考え、はい、相場自体がとにかく早いで早いと何が起こるかっていうと初期に入った人は買ったコスト安いですよね。ですごい上がっているのでどんどん含み益が膨らんでいく。でこの人たちは時間の経過とともにまあいざとなったらいつでも売れるよっていう人たちとそれからいいとこで買ったからこれから中期長期保持していこうと。 いいうう人とっていうのが分かれれるんですけれどもやっぱり相場が進む中でだんだんコストの高いところで買う人人もも増増ええててくくるる的なそうするとまあ相場決算もあるし一旦利益出しておこうかっていうことをこの中の誰かが思って伸び悩むし下がったっていうと上の方から「こっから利益が出ると思ったのに」っていう人が含み損になってしまった「うん、ああ大変」って言って投げ売りそうすると上だと思ってた相場が ストーンと落ちたら連鎖的にストーンストーン,ストーンと落ちるってことが起こりますよね、うん、もうこれも相場の力学として致し方がないですから NVIDIA 相場っていうのはもうトレンドは上でも波高しっていうとことでこれ決算の前それから決算直後ものすごい取引は錯綜していましたまあこれオプション取引とかですねそういうものを含めた当機思惑的な売買もそうですし投資資金も入ってくる もうそれが大規模に行き勝っててでその中で決算前はちょっっと調整になってる決算の公表直後が本当に驚いたんですけれども私決算の数字パッと見たときにうわすごいと予想が高かったのもにもかかわらず全項目それを上回ってると思ったんですよで相場上に来ると思ったらその直後に時間外取引で50ドル以上下がっていくるんですね。 でもてっきり何か数字見落としてんじゃないかって最初は思って探して回ったんですけど見当たらないだけど割と早い時間にちょん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 と戻ってきて途中から加速的に上がっていくという展開ったああいうのも例えばあそこに関わって投記をしている人たちがいわゆる逆差し寝をしているこれ以上下がったらこれ損切りしてねっていうそういうものが下にこう見えてると最初にこれを付けに行こうという投記もいるんですよ <laughs> その下に買い差し身を入れておいて、うん、でまずポーンと売ってみんなが買いに来る前にポーンと売ってポンポンポンボンと連鎖的につけさせてでこれで買い受けた上で上に行くっていういろんなタイプの人たちがいるのでもう本当にこの荒々しい相場の中で一体どうするんだろうと。あですからこれあのそういう荒れる波高い相場、うん、これも相場なんですよね。それから 生成 AI ってもう歴史的な一大テーマだよねこれに乗らない手はないでしょっていうこれも十分投資でででももああるるし相場でもあるわけですよねだからここのところの間どういうふうにここから入る人あるいは既に入った人もそうですけれどもそこでどう捉えていくのかっていうことになってくるわけですそうですねやはり、まあ、その株価の部分のところは今おっしゃったように非常にまあいろんな解釈もあるしいろんな思惑もあるし難しいですねと。まあ まあそんな中にあるってやっぱりその何を信じて投資をしていきますかみたいな話になりますとまあやっぱりファンダメンタルズですねとかってなってきますとまあこのケースでいきますとまあ生成 AI というものが出てきてそれがまあ世の中に与える影響だったり企業業績というか与える影響だったりっていうところのまあ広がりだったり大きさだったりの評価っていうふうになるのかなと思いますのでまあ多分こういう銘柄に関わる 投資をしていくためにはこの辺の整理整頓が一番まあ軸になってくるというような感じで持ってるんですけどこの辺の生成 AI の,そのどうですかねその将来性はあるんですけどどういうふうにこう考えて投資にこう使っていくべきかというところはファンダメンタルズとしての方向性とそれからそれを見る人たちの心理的な側面とこれ両方やっぱり分けなきゃいけないっていうふうに思ってるんです。うんうん でファンダメンタルズの側面から言うと2023年5月にエヌビディアの決算が発表されたそ、ねそね、あそこでチップの需要が爆発的に伸びてるってことが分かってこれは大変なことになりそうだであそこから私もこれ金利が高くて普通株あんまりやりたくないんだけどエヌビディアとか GAHAM とか一部のくと全然株上がってないけど、まあ、これはやっぱり乗り出すべきだろうっていう,う思ったんですね。 これは歴史的に経済社会を大転換させる話かもしれないこれ EV とかですね、クリーンエネルギーともまた違うんです EV とかクリーンエネルギーって言った場合に EV テスラすごいねって言ってもこれ車の需要全体ってのはそんなに変わらない一方でトヨタ自動車ならトヨタ自動車っていう大きな企業立派な企業があってそこも EV に乗り出してくるそうするとガソリン車が減ってそこが EV に変わっていくみたいな 展開ですよね。だからテスラが伸びてくるときに、テスラ一人が独壇場で。他の主要な自動車メーカーが沈んでいくって言ったら、それを取り込んで。テスラすごいねって話なんだけれども。他も競争してやってきたときに。自動車業界全体としてみれば。それほどパイが変わらないかもしれない、うん。っていうことですよね。これに比べると、この生成アイっていうのは。導入はされていく。で、もうどん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 いろんな企業が。 これれってうちも入れなないいと競合上まずんじゃいかいうことが起ここりますよねの「まずいんじゃないか」って言ってるこの多くはこれによってコールセンターの人数大幅に減るでしょうとかバックオフィスの人減るでしょうとか中間事務やってる人たちも減るでしょうとかほとんどリストラの話になっていくと思うんですよ。マクロ的にはこれプラスなのかといいいうろろ疑問をつくんですねなんだけれども企業はみんなそれをしないと自分たちは劣後するかもしれないと思っている。うん でそれを導入しますっていうとまず NVIDIA のようなチップが売れていく、うん、で NVIDIA に負けまいとして他の半導体メーカーも作ってからそのチップも伸びてくるかもしれないそれから今度生成 AI 導入しますっていう時にこれです、ね、そうするとそれを事前に組み込んでいやマイクロソフトのオフィスにも入ってますよ って言ってそれでこうそこに収益が生まれるかもしれないっていうのもあるしあるいはきめ細かく「御社の場合は」っていってサービスアプリシステムを提供するっていう会社も伸びてくるだからこういう裾野の広がり方ってあるわけですよねだから生成 AI の,そのチップから始まってソフトに至るまでの供給側にまずものすごい需要が出てきてで需要サイドはとにかく多い裾野が広いだから爆発的に規模が伸びるけれども。 おそらく投資対象としてマネタイズできる企業分野ってどこっていうと最初はやっぱり相当絞られるんだろうとそこの株価はやっぱり相当上がるしインターネットが出てきた時みたいに一つの新しい分野でもう全く今までと違うそういう需要が生まれてくると思うとこれ相当な広がりがあるんだろうっていうことをイメージしたというのが当時なんです。 そうですねやっぱりインターネットに出てきた時はなんかこう関連って言われてれば何でもよかったような気がしますけど、まあ、何年か経ってくるとやっぱりそのこういう人たちのこういうところの業績が上がるっていうのがこう出てきますんでそこで分かったっていう感じなのでやっぱり23年はこうよく分かんないけどみたいな生成愛関連だったらいいじゃんみたいな動きっていうのはちょっとあるのかもしれないな。 っていうののは、うん、多分今のお話をって,て感じるところですね,ですねだからまああの少なくともエヌビディア自体はこれはもうチップの需要があるんだろうとみんな思ってる、うん、でもだんだんそこからスーパーマイクロコンピューターはとかサービスナオはとか、うん、それからやっぱりソフト面でいうとマイクロソフトはとかって言ってこう進もうとした、うん、でも2023年中実は金利が上がりすぎてしまって。 でこの生成 AI というテーマでも相場が上が上りきれないっていう状況を何度も経験したんですよねでこの金利がほんの少し下がったことで金利の呪縛を離れて24年は一気に上に離れたと、まあ、こういう流れになってるわけです。でここでやっぱり気をつけなきゃいけないのはこういう生成 AI っていうものがどういう需要の広がりかどこにマネタイズされるところがあってでどこが投資対象なのかって。 整理する間もなくです、ね、もうとにかくそれでわっと上がってくると相場が上がったこと自体に対するバンンドワゴン効果あの華やかにです、ね、演奏しながらバンドが行くとなんとなく人がみんなぞろぞろついていってしまうっていう効果のことを言うんですけど相場が華やかになるともうみんなそこに群がってくるっていう電源症が起こりますよね。で振る舞い咲きされて、まあ、つまりこれは相場が急に上がるから買った人たちがどんどん含み益膨らんでっていうと。 まあそれだけでですね、もうどん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 酔ってしまって、気持ちが舞い上がって、でさらに踊りたくなってっていうことがこう繰り返されているでこれが度が過ぎて適正価値から相場が離れすぎると、そうするとこれバブルだって言われてどこかで破裂するんだろうって話になるんですけど、今回またすごいのは NVIDIA っていうアメリカにおいて第三位にもなった企業、あるいは世界で見ても第四位の巨大企業が もものすすすごいいいでで収益伸ばすっていうとうててつもない事態になってんですねだからあの予想 PR で見るとエヌビディアがいまだに30倍台っていうあれだけは相場が上がっても30倍台それが世界のトップ級の企業なんだっていうこのこと自体がですねちょっとやっぱり今までなかなか体験してない相場展開にもなっているそれだけに歴史的な本当に大きな流れがそこに起ころうとしている。 でこの事態と今申し上げた心理的にそれを見る目がついつい曇ってしまうし踊ってしまって冷静な判断できなくなってるしっていうことの兼ね合いをどこでつけるか、うんまあ、ぜひ皆さんにはです、ね、そこを冷静に捉えてほしいっていうのがそうしますとなかなかこう、ままあ、実際にまあ投資をするという観点で、まあ、いきますとちょっと乗らないといけないかなという部分もあり。 今おっしゃったとおり、まあ、慎重にというか、まあ、冷静にっていう感じですかね部分もありなかなかちょっと難しい感じですけども,、うん、もうその辺のこうポイントというか心構え的にはどんなところがあれですかね私はこうやってますと言うしかないんですけれどもうん、うん、踊りながらも目は覚めてるっていう状況ですよね。にですそ本当にあのメカニズムののものを 見ている、うん、ファンダメンタルズも相場もそうなんですねそれでそのこの競争局やっぱりなには損損なんですよでこれだけ歴史的な事件なのにそこに関わってないということについてはやっぱり投資家として熟、えー、してるところがあるのでこれはもうやっぱりちゃんと乗ってなきゃいけないっていう思いでやっている。でもどんな上げ潮でも上げ潮がきついがゆえにザブンザブンと波もやっぱり起こりうるっていう中にいる。うん だからこれをどういうふうに捉えていくかなんですねで、一つの考え方は波自体は上なんだからというふうに信じたら基本的に時間分散外でも下がったときはもう目をつぶって買うぐらいのやり方をしてその後の上下度に関しては鈍感力を発揮する私の知人でですねあの兄さんやってますとで兄さんの中で、えー、こんなものを買ってますと いるからあじゃあすごくいいじゃないですかね。特に今年に入って儲かってますね。って話をしたら、うん、そうなんですか？っていう風に言われたんですよ。要はですね。もうあの投資をしてその波に乗ってる中で、ここまでの鈍感力を発揮してれば。nvidia の決算がどうだったかとか関係ないんですよね。うんうん まあもちろんこれは相場が下がっていく時もおそらく下がってますねって言ったらそうなんですかって言うと思うのであの一定の注意はちゃんと払わなきゃいけないと思うんですだけどもそういうふうな鈍感力を発揮するっていうのはトレンドに乗ってるっていう時は一つ重要なポイントなんですね、うん、からもう一つは私みたいに相場が好きだからっていう人はその波そのものをでうまく対処したいっていうところがあって波をうまく対処すればこう上がっていくところのこうジグザグで取れるから完璧には取れなくっても ただ上がっていくよりもよっぽどいいパフォーマンスになるんじゃないかと。でもそのためにはもう目を凝らして波がどうなるかっていうのをずっと見てなきゃいけないっていうことにもなりますよね。で、多くの人たちはそんなところに時間を費やせないと思います。やっぱり投資をしたらそれはそれまむっていうことになってくると、まあそのトレンドに沿ってある程度の鈍感力を持つ。だけれども、まあ折々相場を見てリスクがある そういう場面においてはどうしようかということをちょっと考えてみるっていうこういうことかと思うんですね。でもう一つはそのですけれどもさっき申し上げたように NVIDIA とか特定のものがまず突っ走っていくで今回株で上がるのが全部の株が上がっていくっていうのはこういうテック系なんかが先に行ってしまってこれが調整されるときに割安に置かれている景気バリューなんかをリバランスで買うっていう力はやっぱり出てくるんです。 でもこれがどんどん上がっていくためには金利がもうちょっと低くなければとか景気の先行きについて不安がある程度抑えられてなければっていうこういう条件が立つんですねですからこのマクロ環境を見ながらそういうところを徐々に拾っていくっていうのも投資としてはあるんですけれどもおそらく最初にこっちの景気バリューに目をつけても相場としては生成に比かるとものすごい地味になってしまう相場をしている気にもならなくなってしまう。 だからここの兼ね合いの中で自分がどういうふうな分野でやっていくのかでその時に生成 AI で入りますで一番先端でものすごい激しく上がってるから波もすごかろうっていうところではなくてその周辺でソフトアプリシステムなんかで次はこっちが来るよねじわじわ来るよねっていうところを見ていく、まあ、こういうふうなですね やり方を分けていくと例えばチップのところの先端のものが落ちた時にでもシステムの方はすぐ落ちないでしょう、うん、っていうことであればそれが不要するっていう面もありますよね、まあ、これが波のもう一つの見方時間だけではなくてそういう進すを見ていくというやり方、まあ、こういうことで私自身は望んでいこうかと思ってますし、まあ、そういう情報発信もできればなと思っている次第です。 え今日はですね先週あの発表がありました NVIDIA のまあ決算それからその後の株価の動きえっとを中心にですねいろいろ解説をしていただきましたえまあ決算そのものもそうですけれども株価のまあ反応えそれからまあ生成 AI へのまあ投資の考え方ですとかかまあ実際のですね投資のスタンスといったものを整理をしていただきましたえぜひあのご意見ご感想をお寄せいただけますとありがたいです田中さんどうもありがとうございましたありがとうございました。